毎日ね、乾かすのが面倒な方、この方法をやるとドライヤーの時間が短縮できます。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は僕らね、美容師が、まあ、サロンワーク中に使う、まあ、お客様のね、このタオルターバンについてご紹介します。たまにね、お客様に、このターバンの巻き方どうすんのって結構聞かれたりもするんですけど、まあ、この動画ね、見ていらっしゃる方も、もしかしたらこれをね、やられてる方もいらっしゃるかなと思います。で、これすることによってね、まあ、お客様だったりとかは、ちょっとね、早く、乾かせない方だったりとかは、こういう風にすることによって、少しね、まあ、髪の毛の乾燥もちょっと防げたりとか、であとはね、ドライヤーの、するときに、少しね、ドライヤーの時間が短縮できたりもするので、まあ、使えるか使えないかはわからないですけど、まあ、覚えとくと便利かなと思いますので、で、やり方めちゃくちゃ簡単なんで、ぜひ皆さん、よかったら覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。ある程度ね、タオルドライしてちょっと水気を取った状態なんですけど、まだ結構濡れてる状態です。で、タオル、ちょっとハンドタオルみたいなものがいいかなと思うので、これを縦にして、髪の毛を全体的に後ろにまとめて、縦にね、タオルをこう挟みます。こんな感じで、で、このままギュッとして、ちょっとねじります。何回転か。こんな感じで。で、ねじったら、この根元の部分に向かってタオルを巻きつけていくだけです。グイッと。で、巻きつけて、このね、先の部分を中に折り込んでしまえば、結構これでね、ガチッと止まります。たったこれだけです。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。まあ、やり方はめちゃくちゃ簡単かなと思います。僕らサロンワークでね、結構毎日使ったりとか、でこうすることによってね、髪の毛がこう雫が垂れなかったりとかして、結構ね、まあ便利で重宝してます。なので、まあ、すぐ乾かせない時だったりとか、で、結構皆さんあると思いますので、まあ、この方法、まあ、一つのレパートリーとしてね、まあ、覚えておくのも面白いかなと思いますので、まあ、これから暑くなってくる季節、よかったら使ってみてください。あと、まあ、乾かす時に、結構ね、夏場だったらこう、ドライヤーする時に暑かったりとかするじゃないですか。で、そのドライヤーが暑くならない方法、っていうのも、昔の動画でちょっと出してたりもするので、まあ、興味がある方はね、そちらも見ていただけたらいいと思いますし、ちょっとわからなければね、またコメントだったりとかいただけたら、やり方を教えますので、よかったら、それもまたコメントください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。